12年ほど前にテレビと新聞が偏っていて異常であると気がつきましたテレビに出ているあの人もこの人も日本人ではないと気がつきました11年前にフジテレビの変更放送に抗議するデモに参加いたしました1万人弱が参加しましたがテレビは全ての局が報道しませんでしたこれまで NHK スクランブル放送実現や NHK ネット聴取反対のデモを4回行いました。毎回約300人もの方にご参加いただきました。ですが NHK デモもテレビと新聞は全く報道しませんでした。NHK にデモ開催の連絡をしていたにもかかわらず、すべてのテレビ局が取材に来ませんでした。 君がよ仮唱拒否という集会でしたら5人程度の人数でも全国放送されるのに大勢が参加した富士デモと NHK スクランブルデモは一切報道されませんでした NHK が海外ニュースを紹介するときはなぜかいつも CNN を引用しています保守系の FOX ニュースは一切使われません テレビが偏っていて異常なことは、テレビだけをご覧になっている方々は、なかなか気がつきにくいとは思いますが、テレビ新聞の隠蔽体質は、11年前から全く変わっておりません。我が国のテレビと新聞は偏っていて異常です。テレビと新聞は偏っていて異常です。テレビと新聞は異常です。 国会議員となり、我が国のテレビと新聞は異常だという事実を、お一人でも多くの方に広めたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。